はい、それではゼロ濡れガラスの巫女の続きをやっていきたいと思います。次のミッションは三の雫、弔い写真、主人公は北条蓮、メガネのおっさんって言っちゃったね。弔い写真の情報を探す。今回これやっていきたいと思います。難易度は ノーマルで、密かに弔い写真の探しを依頼したフィクション作家北条蓮、作家さんなんだね。受け取った弔い写真の中の一枚に目を奪われた彼は、自らもその写真について調べるため、家にまつわる、伝わる写影機を手にし、助手の、鏡宮、ごめんなさい、と共に廃旅館へ向かう。あの廃旅館に？ああ、結構ポイントもらえたから帰るぞ。装填能力が高い清められたフィルム、これ絶対買う。10枚、でも結構買ってもそんなに、これぐらいかな、30枚ぐらい買ったと。やったやった、所持ポイントが10万もあるってことは嬉しいぞ。何がいいかな。装填能力が高い、まあいいか。装填能力を高くしても攻撃力が高くなければ宝の持ち腐れ。でも連射連続で撮影できるからいいかな。難しいな。15枚ぐらい買っていく。ポイントをね、惜しみなく使っていかないと。御神水万葉岩、鏡石一つで、清めの日はいらないんじゃないか。はい、あの廃旅館の中に行くんだから、こんな感じでしょう。回復アイテムを多めに買って、そんでもってフィルムを大量に買っていく感じでやっていきましょう。三の雫、弔い写真、北条蓮。作家北条蓮は松井の夜に少女を殺したという記憶に悩まされていた。密かに影見を依頼した蓮は弔い写真を収めた写真を受け取る。そこには夢と同じ松井の光景が収められていた。蓮はさらなる情報を手に入れるため、助手の鏡弥類を連れ、自ら写真が発見された廃旅館へと足を運ぶ。なんか意味深だな。アルバムから普通写真一枚飛び出るか。うわ、一緒に終わってくれますか。鳥肌立った。一緒に終わってくれますかって。綺麗だけどなんだか悲しそうな人ですね。ああ、こういうタイプの女の人苦手じゃなかったんですか。ああ、他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか。その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか。場所は聞いてある。なんか女子のこいつなら射影機を持っていきますか。まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ、
遮影機は机の上に置いてある。密かに鑑定を依頼して送り返されてきたままだ。影見の報告書を持って行った方がいいだろう。何かに役に立つかもしれない。ソファーに置きっぱなしだとあいつがうるさい。フィラメントが、あ、このフィラメント別に幽霊とかじゃないんだね。その場所にアイテムがあるってことだよね。たまに霊の影が映ったりするけど、びっくりした。今キッチンでなんか落ちた。ちょっと待って、怖いぞ。復眼射影機、あ、ヒソユーリが持ってるやつと違うタイプだな。復眼射影機ってなんだ。ロックオンした敵の体力が分かるようになった。おー、机の上に書きかけの原稿が置いてある。まだ書き始めたばかりで本題に入っていない。もう少し資料を集め、主題をはっきりさせた方がいいだろう。なんか射影機を持ってるやつは不幸が訪れる、不幸が訪れるとか書いてあるな。怖いな。報告書か。ああ、さっきの報告書はなんだっけ、結構前にやったミッションのあれだな。取り寄せた資料が入っていたもの。巫女殺しの伝説、怖いのが怖いのが出てきたな。
なんかいろいろ怖いな。そろそろ日が暮れ始めます。急がないと。ああ行くか。なんか助手も大変ですな。見えなくなったとか、見えなくなったものがあるって言ってたけど。さあ来た。毎回思いますけど、この文章を読むとき、メモを読むとき、ページを間隔かけて見せた方がいいのか、私が読んだ方がいいのか、夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。どっちがいいでしょうかね。大間ヶ時に山に入ると、大間ヶ時っていうのか、山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか？一度試しておいた方がいいと思います。ああ。チュートリアル複眼遮影機。複眼遮影機は複数枚の写真を連続で撮影できます。嘘。連写 R で4枚の写真が連続撮影され、音量に大きなダメージを与えることができます。また早めに連写撮影することでフェータルフレームを撮影しやすくなります。マジか。連写撮影後は少しの間フィルムチャージの速度が通常よりも遅くなります。あーなるほど。連写をフィルムを多く消費するため注意が必要です。通常の遮影機の強化レンズを装備することはできません。 X で構える、R ボタンで、連写撮影。とりあえずこの助手の顔に目がけて R ボタン。あ、こういう感じでやっていくんだ。あ、これだったら、あ、やっぱりちょっと普通に撮影するよりもやっぱりフィルムチャージが遅くなるんだな。綺麗に撮れました。モデル通りだな。どっちなんです？そうな。こいつ男なのか女なのか、女なのかわかんねえな。とりあえず先行くか。この旅館の旧館、奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。ああそうらしい。とりあえずこの中で何か見つけないといけないわけね。間違えた。とりあえずアルバムが手に入った部屋に行けばいいのかな。もう多分幽霊が出てきても複眼遮影機で撮影すればフェイタルフレーム、あのフェイタルタイム中だったら一気にね大ダメージ与えられるみたいだから、活用して損はない。遮影機が反応している。 ZR を押し続けて先を探る。え？遮影機はありえないものを見せるという。これが密かな言う影見の力なんだろうか。嘘。遮影機の力で影見ができるのか。いろいろ探索した方がいいと思うんだけど。もうね、だいぶ慣れてきたから勝手口があった場所だと思われるが、土砂、流れ込んだ土砂ですっかり埋まっている、うん、だね。失礼。もうなんかね、普通の幽霊が出てきても全く怖くない。
北条蓮っていう人何歳だ、30代、まあ、前半っぽい感じはするけど、もう一気にまっすぐ引くか。左からなんか来そうだけどね。開いてる。前は開いてなかったよな。バッタッタッタ。配管用の整備扉が閉じたようだ。風で動いたのだろうか。え？右からなんか反応が。バッタッタッ。影に佇む女、影に佇む男、影に佇む女、3人すごいね、これで440ん？気のせいか。この廊下の奥にいるんだな。あ、あれも撮影できるのか。闇に誘う手。これもポイントもらえるかな。え？これいけないんじゃないか。そんなことはないか。こっち行ってなかったんだよな。今は行かない方がいいか。とりあえず先生、ひそかさんに聞いた場所はそっちじゃありませんか。分かってるよ。とりあえず先に行こう。さっきの闇に誘う手がちょっと気になるが、あ、こんな感じだったっけ。もう完全に忘れてる。この辺りのようですね。操作性悪いな。あ、薬だ。気をつけて取るぞ。視点が安定しない。おっしゃ、これはいいぞ。よっしゃ、もう一回連射使うか。はいはい。あら、あー、視点が安定しないとちょっとダメかな。あ、そういうわけじゃないのか。もうすでにゼロになってたんだ。あー、怖い。そうだね、アイテム拾う時に出てくるのはゴーストハンドだけとは限らないんだよね。左にも扉はあるけど、行った方がいい？一回行ってみるか。まだあの人形がある。ああ、あのクローゼットっていうのか、あれもう閉まってるね。とりあえずここには用はない。くぐる。前来た時上に足が、今回はない。ひそかさんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。ああ、そう聞いている。それじゃあ開けましょうかね。バーッ！だって！あれ、戦うわけじゃないんだ。くそ、撮影すればよかった。この辺りなんかあるって言ったけど、射撃が反応している。通す、ま、かけみか。あ、これか。あ、今ぐらいの角度かな。撮影。何が出てくる。メモだ。射撃が反応した場所にボロボロの古いノートが現れた。
黒く汚れたノート、暗闇の中に文字が書かれたノートが落ちていた。ここに住んでいた人のものだろうか。今度は、わざとたたい！なんだ今の。さっきのノートを書いた人。とりあえず今の目標は展望室を探す。なんかあんのかなそこに。ちょっとやっぱりあれですね、あのメモは読んでいきましょうか。なんか読んでいかないと自分もなんかストーリーをあまり理解していないのかも、理解できないかもしれませんし。とりあえずさっきの上に登る階段を登って展望室を探しましょうか。怖いなぁ。いるなあそこに。近づいて、あ、戦うのかやっぱり。あれは戦う雰囲気だぞ。来た、早いな。よっしゃ、装填、早く装填してくれ。次はお前か。今シャッターチャンスだったのに。そう、よーく、シャッターチャンス、オッケー。あー、壁の中に入っていったな。おっしゃー、倒した？よし、倒した。今ごめんなさいって言ったよね、さっきの人。あー、すげー緊張感。この階段の、ちょっと待ってくださいね。マイクの位置をちょっとずらしました。これでちょっと聞こえ方が変わるのでしょうかね。ここか、この、うっ、あー残念、今の撮影すればよかったな。土砂崩れの後、旅館の主人はこの建物の3階に移り住んだという噂もあります。そこで焼身自殺をしたとか、湖へ飛び降りたとか。よくある話だ。そうですね。マジか。あ、なんかあるし、この部屋行ってみようか。それ以来3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂が。あ、すみません。何これは怖がらせてんの。ここには行けないな。別のルートから行かないと。別のルートから行くか。とりあえずさっきのメモは、ここはいけないな。絶対拾おうとしたらあの穴の中に落ちるね。さっき幽霊の影はこ
やばいな、フィラメントにビビり出してる。うわ、ビビ、あっぶね。そういうパターンで来る。ちょっと戦いづらいな、ここじゃ。ロックオン。霊変も捉えられる。右か、普通に撮影。もう一回倒した。ちょっとルイやめろ。なんか今の人ワフ、今の人なんか着物着てたよね。主人じゃないよな、まさか。都心水を一つで手に入れた。裏から回れるな。いた、あったあった。フィルムかな。おっと、よーし。もうね、結構強い射影機を持ってるからガンガン突き進んでいける。まあ多分どっかで驚かせポイントが来るかもしれないけど、フィラメントが そこにあったと思うんだが、あれか。特に何も周りには幽霊の影はないな。よし、あれを拾う。来るなよ。濡れメーター、水に濡れてる状態だと霊が出やすく、こういうゴーストハンドも出やすくなるかな。なんかそんな感じが。調べるってやるな。分厚いガラスの向こうには懐中電灯の光も届かない。この高さまで埋まってしまってるんだろうか。土砂ってすごいな。自然、ほんと自然災害って侮れませんな。侮れないっていうか、自分はあった、そういうのにあったことないんで何とも言えないんですが、本当に そういうのにあった人は本当に不便っていうか困るでしょうね。部屋の中央に大きな穴が開き、一階が見えている。最初に入ってきた部屋の 真上に当たるようだ。おお、あ、さっきと、さっき入、一番最初に入った部屋のちょうど真上に来てんだな。さ、そろそろ来るかな。もうそろそろゴーストハンドが来てもおかしくないと思うが、なかなか来ないね。てか今回ゴーストハンド来ないんじゃない。全く水に濡れないから、多分水に濡れるとゴーストハンドも出やすくなると思うから、そんなに気にするほどでもないかもしれない。またあれか。よし、特に何もなし。ドアノブどれだ、これか。傾き、ZL 押しながら傾きを合わせて、霊視。これか。何が映る？あれ、これって。